それでは早速発表に移らせていただきたいと思います。この封筒の中に仮面女子になるメンバーの名前が書かれております。それでは発表します。オズからスチームガールズになるメンバーです。小島優香、新潟からね、上京してスチームガールズが大好きでスチームガールズになりたいって言って、もともとスライムガールズからパーケンになっていたんですけれども、一緒のパーケンとして活動してたももみんとかまゆちゃんが新しくね、アンマーガールズに昇格して、それでもゆかちゃんはスチームガールズになりたいからって言って自らの意思でパーケンからオズになって一生懸命頑張ってたんです。で、今回ようやく念願の仮面女子スチームガールズになれました。まだいます。続きまして、女子になるメンバー2名発表させていただきました。もう一人います。もう一人は何人ものメンバーを、すごい自分が先輩なのに先に仮面女子になるメンバーがいて、すごく本当に多分一番悔しい思いをずっとしてて、でもずっとね、頑張っていっぱい練習をして、今回こうしてやっと仮面女子のメンバーになれます。新しい仮面女子のメンバーになります。ということで、今回こうやって発表をさせていただいたんですけれども、みんな本当にすごく頑張っていて、今回小学に仮面女子の昇格に選ばれなかったメンバーも本当にみんな頑張っていて、すごく選ぶのも大変だったんですけれども、みんな熱い思いを持ってやってくれました。そして私たち仮面女子はまだまだなんですけど、目指すものは一つだと思っています。現仮面女子のメンバーも最近入ったばかりの AJ の子もみんな私たちは目指すところは同じです。同じ一つの目標に向かって努力している同士だと思っています。なので先輩とか後輩とかそういうのを抜きにして、同じ目標に向かって埼玉スーパーアリーナの成功はもちろん、もっともっと先の成功に向けて私たちは一丸となって活動していこうと思っています。なのでぜひこれからもアリスプロジェクト全メンバーの応援をよろしくお願いします。なんかもう言葉が出ないですよ。なんかあがれたの、名前を呼ばれたのは本当に嬉しいんですけど、なんかやっぱりなんかダンステストでも全然踊れなかったから、そこちょっとやっぱり仮面女子になりたいって言ってるのに、なんかちゃんとなんかダンス練習をしてこなかったのがちょっと口だけじゃダメだなって思って、だから今回本当に自信なかったから、名前呼ばれるなんて思ってなかった。本当に嬉しいです。今まで先輩方がたくさん築き上げてくれたから今があるので、本当にそれを崩さないように、足を引っ張らないように、これからやっていきたいって思います。